今日はね、啓発になる話をしようかと思ったんですけども、たまにね、私のところに、集団ストーカーに狙われていますとかですね、電磁波攻撃受けてますとかね、音波攻撃受けてますとか、なんかそういう相談がたまに来るんですね。で、今日もなんかそういうのが来たんですね。で、そういう方にですね、僕は言いたいのはですね、その苦しみから逃れるために薬を使いましょう。薬を、本当やっぱね、薬っていうのがね、一番の、方法なんですよ、うん。で、いや、そのね、電磁波攻撃とかね、集団ストーカーとか、大抵の人に相談すると、いや、それは病気じゃないかと、統合失調症じゃないかとかね、妄想性障害じゃないかと、そういうふうに言われると思うんだけども、うん、まあ、そのことをね、そうだっていうことで納得する人もいれば、まあ、大抵の人はなかなかね、その納得しないというかね、やっぱりそのアメリカのなんかわけのわからん組織とか、あとドアとかね、創価学会とかね、そういうのが狙ってるとか、そういうふうに言うんだけども、まあ、わかりました、じゃ病気はないとしようと、でもね、あなたは苦しいんですよね。それで苦しんでるわけでしょ、うん。その状態が続いてたら、まあ、多分ね、今仮に病気じゃないとしてもね、病気になってしまうと思うんですよね。そうするともう、最後は淡路島の平野くんみたいに、もう頭は完全におかしくなって、ああいう大事件を起こしてしまうと。そういうふうにはね、なりたくないと思うんですよ。で結局ね、じゃあそれを避けるために、ね、一番いい方法って何かっていうと、結局はね、もう薬に落ち着くわけですね。まあ、その薬に関してもね、なんかこう、そのユダヤの資本がどうとかですね、なんかそういうその製薬会社がね、こう儲けるためにどうこう、そのいろいろね、電磁波攻撃をしてるとかいう人もいるんだけど、まあ、そういうね、周囲の事情とかでいろいろあるのは良しとして、まあ、とにかくね、でもいろいろね、そういう事例を見ると、やっぱり結局最後はね、薬を飲むというところに行き着くわけです。もうなんかね、いろいろ考えてもね、しょうがないでしょう、うん。とにかく薬を飲めば、そのね、ストーカーは収まるっていうことが多いわけですね、うん。で、平野くんにしてもね、その薬を飲んでる間は少なくとも、ね、そういうことなかったわけです。やっぱ薬やめてから、ああやって、ね、精神おかしくなって事件を起こしてしまったわけですね。だからもうここはね、もう観念してですね、やっぱ薬を飲むという、ね、そういうふうに行くしかないわけです。で、薬っていうのをね、やっぱりそういう薬っていうのは、まあ、その辺の薬局でフラッと買えたりはしないから、やっぱり処方箋がいるわけです。そうするとやっぱりその医者にかかる、精神科医にかからないといけないんだけども、ここで気をつけてもらいたいのはね、やっぱ確かにね、この悪徳精神科っていうのはあるんですよね。だからね、やっぱりその辺評判についてね、よく調べてみると、事前にGoogle の Google マップのレビューだとか、そういうのを見たりとかですね、あるいはヤフー知恵袋とか、そういうところで相談したりして、一応信頼のできるところを探して、そこに行って処方箋をもらって、でそれで薬を飲むとね、うん。まあ、いろいろね、なんか頭に音波が送られてくるとかですね、夜中にいきなり頭の中にオラーとか言って、なんか急に声が入ってきたりとか、まあ、そういう症状を訴える人もいるんだけど、でもやっぱりね、それで悩んでるっていう人に共通するのは、結局薬飲んだらね、そういうことはなくなったっていうことが多いんですよね。だからもう諦めましょう。もうこれは屈服してですね、たとえそれが集団ストーカーのせいだろうとね、アメリカの製薬会社ユダヤ資本の陰謀だろうとね、もう薬を飲むしかないわけです。で、結果論としてね、薬を飲んだら大体はね、なんとかなってるわけです。ということでね、うん、僕もこれ以上のね、解決策って思いつかないんですよ、正直。だから、その集団ストーカーに狙われてるとか言って僕に相談する人は、うん、もうここはですね、諦めてですね、薬を飲みましょう。で、薬をもらうためには、その処方箋を、ね、書いてもらうために、もう信頼できる病院を探しましょう。ということで、今日のですね、啓発動画でした。